する。こんにちは、一石さとしです。今回はボールを使ったアジリティトレーニングについてやっていきたいと思います。アジリティというのは俊敏性とかっていう意味があるんですけど、サッカーやフットサルにおいては身体操作の意味でも使われることがあります。今回お伝えするのはボールを使ってそのアジリティの能力を上げていくためのトレーニングをお伝えしていきたいと思います。この動画とは別に YouTube では配信していない動画をプレゼントしています。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてこのチャンネルではフットサルでは当たり前のように使われているような本当に細かい技術というのをいろいろな場面で使えるように発信しているので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回お伝えするボールを使ったシザースアジリティのトレーニングは3種類お伝えします。僕はドリブルの時に意識してほしいポイントとして常に伝えていることなんですけど、ボールのタッチ数を極力減らしてドリブルをしていくということをお勧めしています。なので今回お伝えするこのボールを使ったアジリティトレーニングというのも、ボールをほとんど触らずにやっていくトレーニングを3つ紹介していきたいと思います。この3つは全てシザースと言われる、ボールをまたぐものを使った形になります。でまず1つ目はアウトサイド、自分の外側にボールを置いてボールの前を通して足を持っていく。でこれをなるべくリズムよくできる人はスピードを少し上げてやってみてください。でこの時に注意してほしいポイントは、ボールをまたいだ後に自分の腰幅より足を外に出す。これが自分の腰幅の中についてしまうと次に逆サイドに移動するのが難しくなってしまいます。なのでなるべく真ん中に自分の重心を残して腰幅の外に足がつくようにやっていくと、足をついた後に逆サイドに行きやすくなります。なのでこの腰幅の外というのを意識してやってみてください。では次の2つ目はインサイド側からボールをまたいでいく、ボールを内側でまたいでいくというような形です。ポイントとしては前を向いた状態から自分の行きたい方の遠い方の足を逆サイドに持っていって腰を回すような形で動いていく。なので体の向きが少し変わります。正面を向いた状態から横を向いてもう一回前を向く、この繰り返しです。こんな感じです。でこの時にボールの前を通してまたいでいくというような形です。でこれにボールをつけるとこんな感じになります。この時に意識してほしいポイントとしては、シザースをした後つま先を軸に回っていく、トントン。この時に足裏が全部地面についていくと回る動きができなくなってしまうので、なるべく着地の後はつま先立ち、くるっと回れるようにというところを意識してやってみてください。3つ目は今のシザース、外側からと内側からを組み合わせた形をやってみます。アウト、イン、アウト、インっていうような形です。合わせてやると結構ぐちゃぐちゃになってしまうんですけど、これをしっかりと切り分けて外側の時のポイントと内側の時のポイントを意識してやっていく。この合わせ技になる時っていうのは次の動きを考えた体の使い方が必要になってきます。ポイントとしては最初のアウトのシザースの後に戻る時、この重心移動が非常に重要になります。これが足だけだとこういう形ですじゃなくて、しっかりと重心を動かしていく。この重心の移動というのは試合の中で相手に対して与える影響としてもめちゃくちゃ大事な要素になるので、しっかりとこの重心の移動をやっていく。より大きな重心の移動をできるようになれば、それだけ相手に与える印象というのも強くすることができるので、ぜひ重心の移動を大きくすることを意識して、この3つ目のアウト、イン、このシザースアジリティトレーニングをやってみてください。今回お伝えしたボールを使ったアジリティトレーニングはシザースを使ったものを3つ紹介しました。この3つは本当に狭いスペースでもできるので、自宅でのトレーニングや自主トレーニングの時にぜひやってみてください。この動画が役に立ったと思ったらいいねボタンの方ぜひよろしくお願いします。それではまた。